やっぱね、NA、やっぱファイト強えわ。あ、マジで強い。びっくりした。なんかね、やっぱ日韓って、最近、ドーム焚いても、なんか、バチバチのドームファイトってあんまないんだよな。なんでかっていうと、もうクリプトが多すぎて、ドーム焚いても剥がされてみたいなのが当たり前だから、ドームファイトあんま見てなかったんだけど、日韓地域で。見てもないし、やってもなかったんだけど、NA 地域ってクリプト一切いないから、結局、アンチに入るときとか、リングが縮まるときに、ドームファイトが絶対行われるんだよな。だからもうね、とにかくドームファイトが強すぎた、NA。やばくなかった？見てたっしょ。まあでも、まあ俺らのその2位だった試合もそうだし、フローラもそうだし、まあ、クリプトジブはマジで刺さってた。空爆リブートはめっちゃ刺さってた。あれは、やっぱジブだけだと防げないね。ああいう密度高い大会だと。いや、やばかったな。いや、もうエグすぎたわ。ドームファイト普段からあん高いレベルでやっぱやってるから、レンドと、あとフィジカル、ドームファイトにおけるフィジカルが特にやばかったわ。G2 とかのもう攻めっ気もやばかったな。いや、俺絶対さ、上取って、俺ら抑えて、で、バルキリーで飛ぶんかなと思っとったら、詰めてきたからな、アンチ外に。リング3の。びっくりしたわ。あ、絶対、もうなんか、あそこ上取って、上から飛距離伸ばして飛ぶんやろうなと思ってたら、割と初戦伸ばして、雪を気をつけて、雪を気をつけて。オッケー。来てるよ、これ。やりに来てるんだ。いや、でもこれ、時間的に絶対来ない。タボ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 。うん、ここ食べよう。ナサ。おお、クレバーか。ジブ来てる、ジブ来てる。ガス投げていいよ、ガス投げていいよ。マジか。バルロ63。バルロ。これ来んの。あかん、もう無理や。いや、これ来んのはしゃあねえな。いや、ごめん、マジか。アンチガイパンチ、あ、そうね、ノックだっけ。ノックはあれ普段から使ってるみたいな、ハルも言ってた。やっぱね、ああいう起点とかもそうだし、とにかくファイトし慣れてたな、やっぱり。ほんともうね、環境がね、マジで違う。やっぱ NA はどんだけファイト強いかっていうのが、やっぱりファイトが強いところが上位に行って、で、まあ、TSM みたいに当たり前のようにファイト強くて、で、ムーブも上手いところがやっぱ1位取ったり、NRG とか。ファイトの水準がやっぱ高すぎた。まあ、日韓はマジでムーブ、俺らとか特にね、俺らはマジでファイトしたくないから、とにかくムーブでやってたけど、お、ピンキー、おつ。いや、NRG、いや、そうだね、本当にそうだね。なんか、ファイトがとにかく強くて、ムーブも上手いチームがやっぱ NA のトップだったよな。NRG とか、やっぱ TSM とか、e スポーツアリーナも、とにかくファイト強いし、ムーブ上手かったな。e スポーツアリーナマジで上手かったわ。ムーブ上手すぎた。ゴロゴロいったね。もう、どのチームもファイトが強かったわ。